じゃあ行きます。じゃあ行きますはい、始まりました。始まりました、歌舞伎町ミッドナイトです。そう、会場限定シングル、振り付け覚えてください。うやうや、まずはタオル持って、まずはタオルを持って回す。だがだが回す、これ回しきれてない。長すぎるとちょっと回すの難しいから半分に折るといいですね。そうですね、そう、半分に折って、これちょっと初心者番組なのでですね。出てるよ。これは初心者。ああ、そうですね。でもね、初心者の子でも分かりやすいんで。分かりやすい。まあ、タオル持ってない、持ってない子とかは本当手回すだけでもいいんで。うん、いいと思う。そうですね。これね。あ、これクルミンカットだね。クルミンカット。これは中級レベルぐらいかな。これはでもね、さっき左から、あ、下手側から行ったけど、上手側から行くといいね。あ、そうですね。基本的に繋がりがあるから、うん、これに行けるからね。うんうん、揺れるの。何事も神手から始まると。そう、みんなの会社も神手のことは神手から始まる。神手からしか始まらないから。そうだね。迷ったら神手。そう、迷ったら神手で折りたたみで。折りたたむと。畳むしたときに。畳む。畳むキャベツですよ。パーか。パー、みんなの会社流行ってるやつが。あざした。あざした。あざした。これ毎回、毎回あざしたってやつ。旅は飛びながら、もうタオルも持ってるかも、タオルも回しちゃったんじゃないですかね。あ、そうですね、はしゃぐ感じですかね。そう、そしたらもう一回、もうここから、さらに、うん、お、ちょっと重くなってるか、タオル回すの。なんかよくわかんないかと分かるな。あ、うまい、うまい、うまい、ここエモい、エモいベストショットやん。みんなもエモく回そう。エモく回せません、これ。こうやって別になんか言うねんだけど、あれ回してるときさ、あのセンターだけかな、すげえ風来るんだよね。あ、本当に？なるほど。ちょっと羨ましい人。ちょっと俺センターしますよ。ちょっと涼しいよ。わかんない、ちょっと下手側も風来るからちょっと。来たこと言ってもない。マジで来るんだよ。マジか。タオルパワーすごいね。涼しいって言ったことあるもん。あ、本当に。そんな風来る。いや、青いです。あ、いいですね。ワンマンの時とか超、超風できるかも。あ、いいですね。あ、我々に風を受ける気持ちで。ここ見せ場、ここ見せ場です。ここ結構上級者だな。タオル投げてね、タオル投げてキャッチだから。でもキャッチできなくても、なんか拾ってあげてとかでこう、交流が深まっていくっていう。確かに確かに、手掴めてから掴んでからね。そう、花園神社でリアル、花園神社で花園神社で、花園神社でリアル。そう、最初あのゴールデン街ね。そうですね、でも歌詞で入ってるんでね。そうなんですよ。まあ、我々はじゃあ取りに行って、そしたらタオルになって、タオルは、あら、おお、まあ、55点だな。こいのぼりっぽいね。こいのぼりっぽいな、これは。確かに。多分一生懸命笑ってください。エモくね。あ、最後はヘドバン。ヘドバンです。昔あるけど、割と多いよ。そうです。最後迷ったらヘドバンだと思ってた。来るって思いながらね。そうですね。待ち構えとけば大丈夫。そう。ありがとうございました。ありがとうございました。覚えてください。